こんにちは、ダイナカストの中川です。いつもお世話になっております。今回2022年10月6日木曜日午前10時から弊社の9回目のウェブセミナー、ダイカストの軽量化を開催することになりましたのでお知らせいたします。今回のウェブセミナーではダイカストで検討可能な軽量化のアイデアについて紹介いたします。ダイカストの軽量化といえばやはりマグネシウムです。マグネシウムのメリット、設計での留意点を説明いたします。アルミダイカストのままでも軽量化の方法がございます。弊社での実例もご確認ください。亜鉛ダイカストは軽量化プラスコスト改善が見込める可能性があります。こちらも実例を紹介いたします。2022年10月6日木曜日午前10時からダイナカストウェビナー、ダイカストの軽量化へのご参加を心よりお待ちいたしております。